で、ちょっと待ってね。この辺に水たまりとかがあるはずなんだけどね。何食った今。なんか、パックマンみたいなもの買ったから食った。ね。あ、そう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 、ここ。これは飲める水のはず。何、直飲みできちゃう。直飲みも確か近づけばできた気がするんだ。あ、できる。本当だ。ん、あ、ごめん。これ煮沸しないとダメっすわ。あの鍋に入れてお家に帰って煮沸させよう。どうやって入れるんだこれ。結構あのギリギリのところじゃないと組めないはず。あ、で出た。あ、よしよしよし。じゃあ帰ろう。テントじゃないこれ。テントだね。うん。セーブできちゃうや。あ、鍋あった。はあ。二個目の鍋。うん。二つ。つか待って、あの、俺鍋持ってたわ。持ってた。持ってたわ。フンドコール。よし。手がかりなかったかな。なさそうだね。うん。だいぶ遠くに来てたんじゃないこれ。あ、これ洞窟だね。洞窟だね、これ。おお、小森。これ洞窟だね。おは。ここは目印つけとくか。これつけとくわ。ここは分かりづらい。さっきのとこは分かりやすいけど。イエローのフラッグ。よし。ヨットにフラッグを立てた意味はあったかも。お前、食人族3人がなんか。なーに。みんな同じとこ見てるけど、何してんのあれ。どれどれどれ。あ、あ、食人族4人かあれ。一人しゃがんでんの。あ、ボスでもないけど、ちょっと偉いやついる。やっちゃおうか。あ、武器持ってる。はや。いやあ、危ない。大丈夫か。でや、そいつの武器解釈できたかな。あ、できる。いただき。ほれ。あれ、何をしているのかね。見て見て、俺めちゃくちゃおぞましい武器だな。ここは手がかりはなさそうかな。生きてるよ。え？あ、ロープ。ロープも拾えねえだった。てかもう肉もたくさんあるから早く帰って干し肉にでも何にでもしないともったいないわ。お、あ、またいる食人族。あれ、はぐれ食人族ですか。よいしょー。あ、ちょっとすげえ格好してんな。雷。これがね、まあ、さっき言ってたその亀の甲羅を使うことで水を貯めれると。早く拠点に戻ろう。洞窟って、ね、なんかいいアイテムでも。あるあるある。あるかっていうか、そのマップとかコンパスとかそういうものが手に入るのは大体洞窟。ああ、そうなのか。
よーし、戻ってきた。やっとや。あ、で、そうだ。そう、これで水が溜めれる。もう一つ作るか。よし、トラップがだいぶ。あ、つか雨降ると火消えちゃうんだよね。それはそうだね。あの、このトラップマジで強いから、あの、間違って通らないように気をつけてね。干し肉を増やすか。絶対痛むよな。このジャングル湿気の宝庫だぞ、どう考えても。ちなみにこの主人公なんでこんなサバイバルがこんなね容易にできるのかというと、一応そういうサバイバルの学者かなんかの設定があったはず。この人はね。おい、置いたかったりで、まあそれはいいとして、君は誰だ。君は誰だ。君は一体誰だ。お前は誰だ。お前は誰だ。一生存者以外の素性がわからない。はい、トラップ完成。洞窟探索行きたいね。まあ、洞窟探索って言っても今別にね、装備を整えるとかそういうあれもないしね。まあな。ただ地下はね、強い敵はいたはずなんだよな。うん。俺もなんか結合させて、あ、違うな。もう一つぐらいトラップ増やしとくか。うん、引っかかるのよあなたが。何も考えず歩いてたらするか。そうだよ、バチーンってなるから。バチーン。これでトラップ完成。引っかかるなよ。絶対に。絶対に引っかかるなよ。お前を捕まえるためのトラップではないからな。そう、これ、小枝を貯めるためのね、うん、ボックスにも小枝をたくさん使う始末なんだよね。使いすぎでしょ、これ。岩とかさ。うん、あんまりコスパ良くない。本当に。朝できるよ。あ、ちょっと待って、俺、肉が食いてんのに肉を振り回してる。違う、食べて。よし。OK。じゃあ。もうちょい声だ。ほんじゃ、まあ、ぼちぼち。洞窟勝ち込みか？あ、インベントリ整理したいね、まず。インベントリ？なんかさ、布とかさ、石、小さな岩とかね、いっぱい入ってるし、回路基板とかもさ。あ、いや別にね、整理って概念は特にないんだよね。あれ、同じアイテムを持つ 個数制限があるってだけなのか、これ。うん、そうそうそう、インベントリに制限があるとかは別になかったはず。うん、でもこれ、回路基板とかこれ以上持ってこれないやんけ。まあそうなんだよね。だからそうなったらもう何かと結合、何と結合するんだっけ。これ棚作ればいいんじゃねえの。棚ってそういう使い方。いや俺も本当にね、前は何も考えずに遊んでたから。何も考え、そんな
アイテムを整理するとかしないとか、あんまり。マジかよ。棚か。棚とか絶対なんか、そういうのじゃね？そういうのかな。ちょっとか、ここの辺に。はいや。大きな棚。そんなに大きくはない。やべ、腹ペコだ。肉子。つか、この拾ったドル札とかって、もはや焚き付けとかにしか使えないんだな。セイクマツの世界だわ。あ、で、亀の甲羅に水が溜まってるよ。あ、飲めると。何段階かに分けて溜まるから、一つの甲羅で、あの、4杯ぐらい飲める。ちょっと待って、それはやばい。おお前何してくれて倒す方向制御できんくね。いや、あの切る方向でお前たお前これも結構使うんだぞお前大木お前どうしてお前トラップの方に落としたらお前台無しだぞこれなんてことしてくる破壊神じゃんえ制御の仕方が分かんねえわ制御してくれキコリよちょお前ちょっと待ってちょっとそれ壊れてそれはまた壊れるやつだってあれか自分がいた方向と逆に倒れていくのかなこれそりゃそうじゃないそんなんじゃ大工にはなれないぞ大工はいいっす目指してねえよ俺はでその棚なんかに使えるけど置けるものが決まってんのこれそうだねポーションは置けるねえじゃあ大きな棚はこれが置けるよかんないしかもなんでそんな綺麗に並べるなんでそんな綺麗に並べるなんでそんな綺麗に並べるじゃあ小さな棚は何が起きるの味じゃない丸太1本しか違わないのに存在意義なさすぎでしょもっとさ別に快適な生活をするんじゃなくてアイテムをたくさん溜め込んでおくために作ってるんだからそんな綺麗に並べなくてもねバーじゃねえんだからここそれはそんなね、丸太をね、拠点側に倒すなんて、そんなミスはしないから、ね。まず倒れないな。どういうことだ。よし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 。おやよし。おやじゃねで、棚ができました。並べるものは同じだね同じだね意味ねー意味ねーまあだからご理解していただけたかなあんまりインベントリーのそのなんだろう有効活用とかそういう概念があまりないちょっと洞窟行こうぜおほう待ってそれならスナック菓子持ってこうあの肉も少し持ってこう。トラップかかるなよ。かからんわ。かかったんだよな。かからんわ。再整備にもね、アイテムが必要になるんですよ。声だ。あれ？どっちのフラッグだったっけ？確かグリーンフラッグ。なんか俺どっちもさフラッグ黄色なんだよね自分で設定しなきゃいけないもしかしてあそうなの共有されてないのかな飛行機の行方不明者を探そうどっち見よう探そうまあなんか食人鬼の餌食になってる未来しか見えんけどああそう思ううんまあそうだよねそりゃそうだよね、こんだけ
ティミーが最初になんかさらわれたところは見たでしょ？ああ、見た。あれ、さらったの食人族に見えた？え、普通の人に見えたけど。あ、待って、別の洞窟だったわ。それでいいんじゃね？これでいこうか。あ、待って、俺食料持ってきてないですね。まあ一応俺持ってきてるから渡せるよ。危なくなったら。そう、ティミーをさらったのがね、食人族か人間なのかっていうのは割とポイントになるよね。ポリマッチョスキンヘッドのモンスターさんだだよね。あとこれめっちゃくちゃ深いな。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、これちょ待って、バック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 、真下にもうモンスターが待ち構えてる。行っちゃう？行っちゃうか。よし、ちょっと待った、戻って戻る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 、こいつボスだ、ボスだ。あのヨットで見たでしょ、写真で足がたくさんあるやつ。あれだ、ここにいるの。ここは出口だ。やめとこう。いきなり距離を保たずにやつと戦うのは危険だわ。てか今酒持ってたかな。あ、酒持ってない、失敗したな。火炎瓶持ってくればよかった。あれ、上から投げつけれる？ま、上からは無理だけど牽制球にはなるよね、十分。ごめん、緑じゃないわ、イエローだ、こっちだわ。水がなくなってきた。あ、あ、あ、さっき、あ、汚染はされてるけど、あの、すくってきた水持ってんじゃない？持ってるよ。まあ、煮沸させたければ一回松明作るしかないけど。うん。洞窟の中でも松明とか、あとテント作れるから、一応、繰り越すことはできるよ。時間を。あ、食人族いるよ。こいつら飯にしようぜ、一回倒して。うん。いや、あ、しかもこいつ鈍器持ってる。奪い取れ。あ、ちょ、やばい。やばい。おれ。よし、じゃあちょっと、そいつ分解しといて、俺は松明を作る。ドンキで分解できんだか、無理か。いや、ドンキは無理だと思う。ドンキに殴ったら歯になったぞ。松明。小枝が足りねえだと。直火焼きして食おう。なんか声聞こえない。うん？大丈夫。大丈夫じゃね？どれ？食人族だから平気で共食いもするから。いや、これはごちそうだわ。ほら、どんどん食え。ちょっと苦しみながら食うな。お水煮沸できるか。ちょっと飯が多すぎて今置けない。
どうやって置くんだろう。これ持って、あ、置けるわ。置ける？今俺が置いてるせいかな。あーで、なんかこれ植物のマークが出てるけど、ハーブ入りの水かなんかにもできるんだろうね。うん、どうやって回収するんだろう。火を消すのか。あ、やべ、腕入れちゃった。どうすんだろう。あ、飲める。あ、飲める。あ、重なってるけど、飲める。あ、飲んだ。俺は飲んでない。全部飲まれたぞ、これ多分。さあ、行こうか。水。水。え、やばい。やばい、もしかして。え、あと 5% ぐらい。あ、ここに、お水が。もう一回タイマーズ作って、煮沸させるか、じゃあ。ほら。飲んだら全部飲まれちゃうの。ぽいね。亀の甲羅と違って、こんだけ汲んでんのに飲んじゃうんだな。あ、ごめん。腕入れちゃった。まあ腕も煮込んだ方が美味しいんじゃね。アクが出てやばそう。もういいんでないの。あ、飲めるやん。飲んだ。飲むん、飲んでない。え、行く、いい、どうして。マークついてたけど今ちゃんと、うん、いや、あ、ごめん、腕ちょっと腕れちゃった。腕入れたらその腕料理になっちゃう。そういうこと。絶対そうだよ。わかった。俺のこれも今俺超満腹だもん。お前、タイマーズ壊すことはねえだろ。わざわざ。まあ、大事。くれるから。そっか。もう、俺のせいか。腕料理にしちゃった俺のせいか。絶対腕料理になっちゃった。ほら、もう、これでいける。